ニュースをお送りいたします。愛媛県を走る伊予鉄道と伊予鉄バスの運賃が本日10月1日から一部で値上げとなりました。昨年の10月にも消費税増税による値上げが行われており、2年連続で値上げした形となります。一部を除いて初乗りが170円に統一されるほか、郊外電車は最大100円、坊ちゃん列車は200円の値上げとなります。今回の値上げは老朽化した設備の安全確保やバリアフリー化などを実施するためと伊予鉄グループは説明しています。 JR 西日本の芸備線で11月中は増発が行われることが発表されました。4月から7月にかけて行われた増発とほぼ同じダイヤで、新見から東条間と東条からビンゴ沖合間でそれぞれ1往復半ずつ増発されます。芸備線では3月に脱線事故、7月には豪雨災害により長期間にわたる運休が発生しており、コロナショックの影響もあって前回の増発では利用者は伸び悩んだようです。廃線の可能性も心配される中での今回の増発、芸備線の今後の展開が気になります。 JR 東日本が在留外国人向けに JR イーストウェルカムレールパス2020を10月16日から期間限定で発売します。販売価格は1万2000円で、新幹線や特急も利用できる大人の休日パスと似たような設定となっていますが、有効期間は連続する3日間、JR 以外で利用できる路線が異なるなど違いがあるようです。日本政府による入国制限の一部が今日10月1日から緩和が行われますが、入国者は1日最大1000人に制限され、14日間は公共交通機関を使わずに自宅などに待機することが求められています。そのためか現在日中に運休している成田エクスプレスの運転に関するプレスリリースはまだ発表が行われていません。今回のウェルカムレールパスが16日から発売なのもその期間に合わせた設定であるためと予想されます。